JP さんから始まり、あ、で、ジージはどないなったの？あ、こっち向かってんのかな。あ、あの、一回、あれ、止まれへんな。あ、止めた。よっしゃ。危ない、危ない。誰だ、やうってきたやつ。JP さん、今やで。何が今？死ぬなら、せやろ。坊主が屏風に上手に坊主を坊主して。了解しました。ラジャ了解した。了解しました。なんだ、その長。何に了解したそう、だんだん、あの、めんどくさなってくるから、ノリが。あるあるです。サバあるあるやから。めっちゃ見てくる。あ、ぶない。落ちた。落ちた。あ、寝た。あ、いやいやいや。誰、ちょっと、誰かベッド、こっちでよ。こっちでよ。JP さん、早よ。誰かにベッド潰されたから。マグニが持ってんの。あ、俺が持ってんのか。そうか。JP さん、メンタル強くなるね。JP さんの前通し。強くなりたいせいや。強くね、こんなに強くなりたくないという。あまりにもちょっと安すぎる。求めていない。安すぎるという。あれ？ 2 人しかおらへんで。消えてる？まだやる？あ、まだか。みんなで飛ぼうか。バグるからな。バグの関係あるから。うん。迷ってる、ひょっとして。あ、来た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 。あれ？ JP さんは？なんか降ってきたで。JP さんは？ JP さん降ってきた上から。JP さん降ってきた？うん。どこ？どこ？どこ言うの？沼さん聞いてるんちゃうこれ。あれ JP さんどこ行った？いや、僕まだ飛んでないですね。あれ、え、嘘？あれに引っかかってしまった。あ、来た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 。はい、お待たせしました。飛びましょうか。行きましょう、はい、ホイールさんが待っている。飛びます。あ、そっか、うん、ホイールさんも死んだら丸坊主にセンターかに。あ、そうですよ。そういうくだりがありました。あ、そうそうそう。あー、普通に選んでる、うん、全員今日 JP さんから始まり、死んだら丸坊主にしようっていう。今日はだから誰も死ねない。死んだらダメですよ。上から言うなって。始まりは。死んだらダメですよじゃねえよって。JP さんを死なない。JP さんが死なない日があってもいいんじゃないかという。プレミアム死なないで。なんじゃそれ。もし死んだらハンデとして。それはまあ、 あの想像で。地肌がどんな色してるかやね。あんま見たくない気もするな。よし、ホイールさんとこ行こう。ガガ、じゃあ案内お願いします。で、あるあるパターンやね。この斜めから撮ると面白いのよ。あ、美しい。雲取り。違う違う違う。あ、一列。あ、一列やね。さっきの、ね、さっきのホイールさん。なんで一列。さあ、ジージはどこだ。おらんからな。そう、ジージはどこだ。やりたかったな、ここで。よーし。そしたら、位置へ移動して、選手を続きしましょうか。こっちね。というか、その前に休憩入りましょう。おい。エレベーター。今日は JP さん強いな。強いっしょ。ね、知らない日ですか。今日はね、やっぱり違うね、意気込みが。硬い JP。硬い JP。いつも柔らかいんか、みたいな。柔らかい JP。柔らかい JP。あ、はい。はい。私も行っといで。現場集合ね、皆さん。あ、トロッコ、アザース、トロッコ、アザース。あ、アザース。トロッコ、アザース。現場、あれでしょ？安全なとこある？トラップのところでいたらいいんちゃうの？ウィザースケトラップで。うん。うん、じゃあ、そうしよう。JP さんが降ります。あ、花を投げた。降りていったー。降りていったー。後ろ向き怖い。ゾクッとする。いや、ふぅ。さあ、ホイールさん来たー。やだやだやだ。恒例のトラップなんですよ。恒例のトラップなんで、あれ。いいなーって言った。いいな。JP さん、一番目に行ったらやられへんから、ね、ほら。そっか。そう、絶対後で行かないと、やっぱり。サバ村で寝た方がよかない。あ、一回ね。まあ、死ぬ人はね。うん。あ、でもまあ。俺よく今日知らない。いや、JP さん死なないって言ってたんで大丈夫なんじゃ。大丈夫、大丈夫。うん。言いつつ。まあ僕は死なないです。言いつつやっぱ行って寝といた方がええ気もする。死なないでだから。死なないで、プレミアム死なないで。いや、そんなね。もう装備バッチリでやろう。ね。夜まで待つんだり。まあ仕方がないさ。部屋入って、ちょっと、コーヒーでも入れに行ってこよう。現場に行こうぜ。現場へ。JP さん一番最初に行ったらあかんやで。ちゃんと教えてくれて。あれ、もうみんな行っちゃうんか。まだか。ガストがおんな。まだガストがおんな。みんな来たじゃん。
ちゃん。上松さんがまだ。松戸さん女。当たらん。男ちゃうんかみたいな。よーし、しやった。JB さん、最後になった結局。あれ、何が落としてる？お、あ、ジジイ。やられた。ホイールさんにやられた。あ、JB さん邪魔。何が邪魔？ JB さん邪魔。何？どういうこと？いや、今、レールの上に立ってたから。ああ、あの、あ、ラグってたのかな？そう、ラグでやるんですよ、あれ、たまに。ああ、ね。キュッとワープするやつね。あ、ジジイ！フル装備だ。俺もフル装備になる。びっくりした。フルチェン、フルチェン。みんなどこです？いた。あ、現場にいますよ。いた、いた、いた。あの、現場ってどこです？あ、あれ？あ、そうか。あ、知らんのか。あ、そうです。参加してなかった？そうです。僕、先週お休みだったから。でした。そうだ、そうだ。パパがお迎えに上がるみたいなんで、しばらくお待ちください。ここ自体僕初めてなんですよね、この。あ、そっか。前回いなかったか。そうだ、そうだ。今どこにいます？そうや。先週そんな話してたね。トロッコ。あった、名前あった、名前あった。ありました？うん、後ろ。おー、びっくりした。もうびっくりした。あ、今のうちにボンボン来てくださいね。あれ？はいはいはい。危ないね。なんかだいぶ、だいぶおる。そんな感じのところ。この豚さんどうするこれ。はい。さっきからガストが暴れまくってた。ところで、あ、なるほど。ところでゴーレムはどこに？みんなやられたんじゃないの？やられたね。あんなおったのに。数の暴力だよね。これ絶対攻撃したかんで、もう地獄やね、これ。すごい。おっときた。もうえ？え？後ろ、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 後ろ。またかいな。結構な頻度で湧くね。これ完全に。これさ、わし狙った打ち返した火の玉さ、うんうん、打ち返した火の玉あれ、ピックマンに当たるとこっちに敵が来るね。そうそう、だからあんまりやめた方がいい。涙、涙、涙、あ、涙ないか。なかった。うん。とりあえず作業としては床を張るとこかな。ですね、とりあえずね。いや、どうするどうする、でも回路組まなあかんかったりしたら、とりあえずオープニング取れへん。そんな話も中でしよう。ですね、ですね、ですね、ですね。どこどこどこ、かっこいいな、みんなダイヤ来てたら。ここでよくない？中心でいいんじゃん。じゃんじゃんじゃんじゃないと、なんか、じゃんじゃんの方でまたガスト湧くと撃たれるよ。そうだ。そうだそうだ。早打ち。そうだそうだ。早打ち。あ、で、ジージはどないなったの？あ、こっち向かってんのかな。あ、そっか。そうだ。ジージをちょっとじゃあ、ウェイトしましょう。ウェイト。あ、ジージ来た、ジージ来た、隠れてる、隠れてる。あ、ジージ来た。え、どこ？ジージを探せ。ジージおった、ジージおった。ジージ探せ。ガストに撃たれ、ガストに撃たれないでね。お気をつけよ、お気をつけよ。すごい、間くぐり抜けていきよった、あいつ。あ、結構わからないな、この人。わからない。わからへん。うん、わからない。ID 消すんで、もう完全わからない。後ろになんかスライムがおるよ。あ、逃げて、ジージ。逃げて、逃げて。ジージ大丈夫。めっちゃ狙われてる、狙われてる。でかいの戦ってる、戦ってる。あ、処理、処理中。この、変な声、ああ、やっぱし。来た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 。ほら、やっぱり湧いた。よっしゃ。あかん。いけた、いけた、いけた、いけた。今日も引きない。さ、早速やろ、早速やろ。やりましょう、やりましょう。はいはい。じいそこね。じいじそこね。もう ID 消して、早速やります。早速やります。豚邪魔だけど、行こう。豚邪魔、目の前。豚邪魔やな。目の前、行きましょう。寄ってきた。あ、オッケーオッケー。新しいメニュー、新しいメニュー。はい、行きまーす。あ、俺作業班。私、三山守る班。知ってる、知ってる。知ってる、知ってる。大事なとこ勘だね。どうしたら私は戦う班。かける氏の意見を中心にやろうっていうことだと思うよ。じいじ、防具着た方が。あ、もうなくなった。そう。てか、石はホイールさんの地下からでよろしいんでしょうか。じいじのここに入ってる石使っていいんですか。あ、あざーす。ありがとうございます。じゃあ、お借りします。お借りします。これ、これ。あれ、確かに飛べない。お、エリートが来ました。ラグった？来てない。それ、そうやろ。ガストの涙ありやす。狙ってないミスやない。狙って完全に。そうでしょ、オッケー、じゃあラグなんで行こう。ギリギリ。なるほど。じいじ死んでも坊主って、うん、こらこらあ、あの一回そのくだり知ってんの。そうそう、死ぬとあの坊主にしようかって話になってたんですよ。ちょ、 JP さんがね、いつもよく死ぬんで、いやーって逃げてった。いやないわーって、ないわーって下がってった。それはそれで見てみたい気もしますよね。とりあえず金髪のカツラでお願いしますね。金髪かいな、めっちゃ見てみたい。染めてる。死なないのに作ってきちゃダメですよ、じいじ。
よしよし。